番組では先月初めソメイヨシノの鉢植えを用意し撮影を始めました。実は桜の花びらは前の年の夏に作られ、成長しないよう休眠状態で年を越すそうです。ではどのような条件が揃えば桜は開花するのでしょうか。県緑化センターの指定管理者で樹木医の正本大さんに聞いてみました。落葉した後、冬の間一定の寒さが続きますと、そのホルモンの影響がなくなって休眠打破というのが起きます。でそれから暖かく転じてくるとですね、花がどんどん膨らんできて開花に至ると。撮影開始から10日後、気温が上がり暖かくなってきました。桜のつぼみが大きくなって緑色の葉っぱのようなものが見えてきました。ちょうどその花芽の成長を抑制するホルモンの影響がなくなった、休眠打破が起きたということですね。2週間後さらに変化が。少しずつつぼみが開いて花びらが見えてきました。花が大きくなるために必要なものはやはり温度、まあ、あとはどれだけの温度が、あったかさがあるかによって開花が決まってくる。しかし暖かかった気温が一気に下がると桜の動きが鈍くなります。つぼみは大きくなるものの一向に開花する兆しがありません。実はソメイヨシノの開花にはある法則があるのだそうです。その日の最高気温を足していって2月1日から、600度になったら開花をする。前後してますけども年によって、だいたい、それぐらいで咲いています。先月21日に開花宣言が出た広島の標本木、中区の最高気温の合計は 607.6 度と、600度を超えた日に開花しています。一方撮影中の桜は一向に咲く気配がありません。これまで変化がなかった別のつぼみが大きくなり、ピンク色の花びらが見えてきました。ソメイヨシノはよく一斉に咲いて一斉に散るというふうに言われてますけども、一つの木の中でも反射熱があって暖かいところとかですね、寒いところが出てくるので、微妙に差はやっぱ出てきます。そして撮影開始から22日後、つぼみがゆっくりと動き始め、少しずつ開き始めます。しかし3時間経ったところで日が暮れてしまい、桜の動きも止まってしまいました。翌朝確認してみると驚きの光景が。昨日の夕方開きかけていた花びらが開いています。この桜夜中に開花しました。深夜に咲いたですけど、そういうことはありえるんですか。別に日が照ってるから咲く咲かないというのはあまり関係なくてですね、もう桜は咲くだけの十分な温度が確保されたという状況ですね。開花の瞬間を逃すわけにはいかない。夜中でも撮影できるよう照明を用意し、深夜もカメラを回し続けました。すると照明をつけてからおよそ7時間後の午前2時過ぎ、完全に花が開きました。別のカメラを見てみると他の花も深夜のうちに開き始め、気温が上がった昼過ぎに咲きました。実験されたのがベランダなので、空気だまりというかですね、風がずっとさらされにくいところにあるので、ある程度温度の下がりというのは低かったのというふうに思いますね。撮影開始から開花まで24日、カメラを通して見えたのは天候や気温に左右されながら懸命に咲く姿でした。